皆さんこんにちは。 DC スウェルワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤチュです。同じくサポート担当のレックスです。初心者やランクを上げたい方必見、プロランクで簡単強力おすすめチャンピオン5選を紹介します。今回はドラゴンレーン編です。特に初心者の人でチャンピオン選びに迷ってる人は気にしてみてください。今回紹介するチャンピオンのプレイ解説動画は私ビビロイヤルチャンネルに動画が上がる予定、もしくはもう動画上がってるのでぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。解説がまだ上がってなくてもですね、ライブ配信でプレイするかもということで、もうぜひぜひ私のライブ配信にも足を運んでください。またね、動画でわからない部分があったらコメントやビビロイヤルレックスのツイッターまでもう待ってます。待ってます。皆さんも何が選ばれるか予想しながら見ていきましょう。おお、それでは発表します。まず一つ目はジン。うん、はい、ということで、はい、このまあジンというねチャンピオンの特徴からまずは触れていきたいなと思います、うん、でまあジンというチャンピオンはまあ連戦が割と強くてですね、うんうん、こう味方の CC にも合わせられますと、うん、でタンクがまあ少し苦手なんですけれども、うん、柔らかい相手に対してはもうバーストがめちゃくちゃ出しやすいと、うんうんうん、なっておりまして、で一番大事なところなんですけど、はい、もう何よりフィナーレがかっこいいです。ウルトのフィナーレですね。そうですね、はい、あのフィナーレを展開って言いながらね、皆さん使っていただければなと思っております。私の方から相性のいいサポートを、発表させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ジンと相性のいいサポートはレオナ、うん、アリスタースレッシュだと思ってまして、はい、まあ、なんでかっていうと、まあ、ジンの、2スキルの CC がですね、レオナアリスタースレッシュ の、 あのそれぞれ持ってるスタンとかノックアップとかに合わせることで、まあ、長時間相手の行動を制限できると、うん、まあ、そういう合わせるところが強力なので、ちょっとその3体じゃないかなということでチョイスさせていただきました。はい、ありがとうございます。このジンというキャラのね、ちょっとアドバイスなんかできればなと思ってるんですけれども、はい、うんうん、はい、まあ、まずねこう連戦は1スキルとあと4発目、はい、ジンの A の4発目っていうのを意識してダメージトレードを行ってください、うん、っていうのと、まあ、あの先ほどね相性のいいサポートの説明のところでもありましたけれども、はい、こう味方の CC にはこう2スキルを合わせることができるので、まあ、そこを意識して戦うっていうのと、あと集団戦はこう3スキルをばらまきながら戦ったりするのも大事です、はい。あのフィナーレをこう最後の相手の HP をねこう削り切るときに使う方も多いと思うんですけれども、はい、フィナーレ自体にこうスローがめちゃめちゃありますので、集団戦のね起きるときっていうときにこうイニシエートの補佐としても使うことができます、はい。それでは続きまして2つ目のチャンピオンなんですけれども、はい、ミスフォーチュンを挙げさせていただきます。でこのミスフォーチュンというチャンピオンはですね、なんといってもウルトにもう花があるチャンピオンです。味方の範囲 CC に合わせたりすることで、うんうん、ウルトだけで全員倒せたりとか、そうだね、うんうん、することもあるチャンピオンですと。というところでまた、今度はミスフォーチュンの相性のいいサポートを私の方から発表させていただきます。ミスフォーチュンと相性のいいサポートはナミ、アリスタ、レオナとして挙げさせていただきます。ありがとうございます。はい、まあ先ほど、ヤットさんが説明してくださったんですけども、ウルトに花があるチャンピオンというところですね、うん、まあ、範囲 CC をあの持ってるチャンピオンが、まあ、ナミ、アリスタ、レオナで、まあ、非常に合わせやすいスキルを持ってるというところで、まあ、のチョイスの方をさせていただきました。はい、ではミスフォーチュンのねワンポイントアドバイスというところで、まず連戦はこう1スキルの長弾を相手にこううまく当てることがとても大事ですと、うん、まあ、それができれば本当どの対面にも出せるかなと思います。であとこう3スキルにスローがあるんですけれども、これはこう味方の先ほど、はい、あのナミ、アリスタ、レオナのアリスタ・レオナの方ですねのこう CC を入れたがってるタイミングっていうのはこう3スキルを合わせてあげて的にスローを入れることが大事です。であと集団戦とかでこうウルトを打つ時っていうのはこう3スキルでセットで3スキルとセットでウルトを使うことっていうのと、あとこう集団戦のこうね形を見てこう自分がこう CC で止められないタイミングだったり、あと、うん、敵にこう襲われない場所っていうのを選んで、うんうん、そこに移動してから撃つことをおすすめします。はい、それでは3体目、はい、ルシアン、はい、ということでルシアンを選ばせていただきます。はい、でこのチャンピオンの特徴はですね、まあ、割とこう、ね、1スキル2スキル3スキルウルトとねどれも分かりやすいスキルセットから、うん、こう連戦とかでもこうショートトレードをしやすいっていうのと、うんうん、あとブリンクスキルがあるのでこう敵のスキルを避けたりだったりとか、まあ、こう位置調整っていうのが本当にしやすいキャラクターなので、
おすすめさせていただきますというところで、はい、また今度ルシアンの相性のいいサポートを私の方から発表させていただきます。はい、ルシアンと相性のいいサポートはナミとブラムです。でまあなんでかっていうと、まあ、ナミはですね、ルシアンがダメージトレードする際に、まあ、2スキルだったり3スキルのバフを、ルシアンに上げることで、まあ、ショートトレードでダメージをたくさん出せるっていうところと、まあ、ブラウムは、まあ、パッシブのですねスタンが、スタックを相手に付与して、そのスタックが溜まった時に相手に CC を与えるという効果になってまして、でルシアンと部分のパッシブのところで、まあ、相性がかなりいいよというところでチョイスの方させていただきました。ルシアンのねこのワンポイントアドバイスなんですけれども、はい、まあ連戦を行う上では1スキルをこうミニオンに選択して敵にこう当てる、敵まで当てることだったり、こうスキルの AA キャンセルですねがあるキャラクターなので、そこの AA キャンセルを意識すること、であと集団戦ではこうブリンクスキルを生かして、まあもう本当に引いたりだったりこう攻めたりっていうのをこう位置調整しながらダメージを出すことが大事になってます。はい、続きまして4つ目、ケイトリン。はい、このチャンピオンの特徴はですね、本当に長い射程を持っておりまして、連戦がですねもう強いと、いうのもありまして、であと、まあ、1スキルの長距離、ね、こうダメージスキルだったり、はい、2スキルの CC で3スキルもブリンクとなっておりまして、とても戦いやすいキャラクターかなと思います。ありがとうございます。ということでまた私の方から相性のいいサポートを発表させていただきます。はい、でまあ基本的にケイトリンはサポートはまあどのサポートでも相性がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、その中でも、ラックスだったりモルガナがいいんじゃないかなと思っております。はい、でまあなんでかっていうと、まあ、連戦がですね、まあ、非常に射程が長いというところで、まあ、連戦が強力というところに、まあ、ラックスとモルガナだと CC スタンとかを入れて、そのタイミングでまあケイトリンのスキルの、2スキルをですね相手の足元に置いてあげると、CC の時間が長くなったりスキルを合わせてダメージも稼ぎやすいんじゃないかなというところで、その2つをチョイスさせていただきました。ケイトリンのワンポイントアドバイスというところなんですけれども、はい、まあ、連戦はですねこう1スキルとこう AA 強化 AA ですね、パッシブの強化 AA を生かして相手のヘルスを削っていくことで、ただこう連戦を行う上でですねこう3スキル攻防一体の3スキルというのが非常に大事なチャンピオンになっておりますので、はい、こうヘルスがこうイーブンの時とかですね、まあ、こう3スキルが落ちてる、こう3スキルがクールダウン中っていう時は控えめに戦うことが大事、はい、でこう集団戦中ではこう敵が通りそうなところにですね2スキルのトラップをばらまくというのがとても大事になってます。そして最後5つ目のチャンピオンはジンクスで、このチャンピオンの特徴なんですけれども、はい、こう、まあ、パッシブで相手をキルだったりねこうアシストしますと、足が速くなるっていうのとエースが速くなるんですけれども、それがあることでもう集団戦でのこのキャリー力っていうのがもうピカイチですね。このキャリーしてる時っていうのはですね、何よりもやってて楽しいんすよ。そうで、やっぱこう ADC やる時にやっぱ楽しいっていうのはすごい大事なことだと思いますので、はいはい、ぜひねやってみてください。というとこで私の方からまた相性のいいサポートの方を発表させていただきます。ジンクスと相性のいいサポートはルルとユーミです。まあ、先ほど、まあ、チャンピオンの特徴で、まあ、集団戦のキャリー力がピカイチというところですね、まあ、そのキャリー力をさらに高められるサポートっていうのが、まあ、ルルとユーミだと思ってまして、はい、でまあ、そこでチョイスさせていただいたんですけども、そうですね、まあ、ルルとユーミは味方に回復だったりバフを投げれるので、そこが相性のいいところだと思って、チョイスの方をさせていただきました。でジンクスのワンポイントアドバイスなんですけども、はいはい、連戦ではやっぱこう1スキルを使ってですね長距離の AA だったり、あの2スキルのレーザーで相手を削ることが大事です。はい、であとこう集団戦ではですね、キルアシストでこうパッシブが発動するので、それまではちょっとねこう後ろ側でおとなしくしておく、でこうそのパッシブが発動したらもうどんどん前に出つつ大暴れするというのが大事になっておりまして、そのパッシブを発動させるためにもう全力出してもうウルトとかも使っていいと思います。これらのチャンピオンを練習してランクを上げちゃいましょう。ソロ専用ランクというのもですね実装の告知もありますので、ぜひ使ってみてくださいね。はい、今回の動画がためになった方はチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローお願いします。お願いします。
また今回一緒に解説してくれたレックスも YouTube や Twitch でライブ配信を行ってます。概要欄からチャンネルをチェックしてください。お願いします。それでは次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。